やってきました淡路島。そして見てください、こちらこの大きいお肉。なんか今日は美味しいものがいただけそうな予感がめちゃめちゃしてます。大阪市内から車で1時間ちょっと、兵庫県淡路島の東海岸エリアに今年3月にオープンしたワステップ淡路島。巨大な淡路ビーフのウォールアートが目印の新しいグルメスポットです。こちらはどういったコンセプトの施設なんですか？はい、こちらは地元の方からもそれから観光客の方からも喜んでいただける場所というふうなことで、淡路島は京阪神の方からすると食の宝庫と認識されていただいておりますので、それにお応えできるようなふさわしいショップを5店舗を出店させていただいております。淡路島産の食材にこだわった地元の有名店などが集結。早速その魅力を探っていきましょう。こちらは淡路島ベーカリーですって。私パンね、めちゃくちゃ大好きなんですよ。ベーカリーサンハートはもともと洲本市にあったお店が移転してきたそうで、店内で焼き上げた常時およそ20種類のパンを扱っています。中でも看板メニューとなるのが、あ、これめっちゃ美味しそうですね。淡路牛カレーパン。しかもね、なんかね、これね、金賞受賞って書いてるんですけど、これどういうことですか？まあ、去年の西日本のカレーパングランプリで金賞を受賞いたしました。すごいじゃないですか、西日本で金賞。そうね、間違いなく美味しいですよね。淡路牛カレーパンは淡路牛をたっぷり使った濃厚なルーを特製の生地で包み、大粒のクルトンをまぶしてあげるゴツゴツとした見た目が特徴。じゃ早速揚げたてをいただきたいと思います。いただきます。すごいザクザクや。サクもち、この外のクルトンがもうザックザクで、でも中の生地はもちもちしてて、めっちゃ食感がね、まず最高。スパイスも効いてて、でも辛すぎなくて、でお肉がこのゴロゴロ入ってる。風味もいいですね、お肉めちゃくちゃ効いてますね。そして淡路牛といえばこちらのお店も要チェック。ここグッドミート淡路島は淡路牛をメインに扱う精肉店です。うわー、すごい、いろんなお肉がいっぱい並んでますけど、見てください、これ淡路牛ね、絶対美味しい。しかもこれなんかキラキラ1個だけしてる淡路ビーフっていうのもありますね。これ淡路牛と淡路ビーフってどう違うんですか？はい、淡路牛というものが、淡路島で育った牛を、淡路牛と言いまして、で淡路ビーフというのが、田島牛の中でも、100頭しか認定されてない特別な牛になってますので、非常に質のいいものになってます。質の良さ。実はこのお店、周辺にある唯一の精肉店ということもあって、希少なブランド牛などが手頃な地元価格で買えちゃうんです。しかも店内ではお惣菜も販売していて、淡路ビーフをたっぷり使った揚げたてのコロッケやメンチカツなどが味わえますよ。早速じゃあ揚げたてのコロッケから。めっちゃいい匂いしてるんですよ。ちょっといただきます。間違いないんですよ、コロッケは。この淡路ビーフのこのお肉が噛んだ時に一気に存在感が爆発するんですよね。じゃがいもとか衣とかもちろん美味しいけど、それを上回るこの爆発力が一噛みであるっていう感じ。こちらも揚げたてです。淡路ビーフのメンチカツのお味は、もう歯入れた瞬間にびっくりするぐらい中がね、みちみちです。肉汁がギューッと閉じこもってて、噛んでくとどんどん溢れてく感じ。うまみすごい。もうケチャップとかソースとかもちろんいらないですね。めっちゃ美味しい。でもやっぱりあのお肉を焼いて食べ
かいい感じのバーベキュースポットがあるみたいなんですけど、バーベキュー行っちゃいます？しちゃって。というわけでバーベキューの模様は VTR の後半で。さあ淡路島グルメは牛肉だけではありません。ここ釜玉カルボトレピチは淡路ハイウェイオアシスにある人気イタリアンの2号店。名物は地元の小麦や卵を使ったカルボナーラなんですが、食べてびっくり、これまでのイメージが覆りました。これね、お箸でいただくみたいです。お箸がついてました。卵がね、またね、プルプルしてますね。めっちゃ弾力ある。お、すごい。しっかりね、混ぜて。じゃあちょっといただきます。最高。あのね、もうこれすごいわ。むちゃくちゃ濃厚です。このチーズと、この卵の味もめっちゃ濃いから、卵とチーズが主役。なんか普通のパスタよりも太くて、でもっちりしてるんですよ。本当にもちもち。手掛けたのはミシュランガイド東京で7年連続一つ星を獲得したシェフの前田真也さん。私たちのやるあの釜玉カルボ、は進化系で卵を楽しむカルボナーラ専門店という形で、北坂養鶏場さんであの飼育されているもみじっていうのは純国産の鶏から、生まれている卵ですので、非常に濃厚で、味わいがありますね。その卵と相性抜群のパスタは自家製の3ミリの極太麺、ソースがより絡みやすくなっているんです。世紀の大発見ですね、この3ミリ。そうですね。ね、合いますね。さらに施設にはスイーツのお店だってありますよ。星の果実園はお店の農園で収穫した旬のフルーツをメインにケーキやクレープなどが味わえるカフェです。じゃーん、見てください。見て、もうめっちゃかわいい。大きい。ほんでめっちゃいちごのね、甘い香りがしてて。いただきます。いちごとろける。一番食べ頃の状態なんやと思います。めちゃくちゃ甘いし、食感も最高。またこのクレープがもちもちで美味しい。どうぞ。さらに、何これ、すごいの来た。はい、何ですかこれは。一番美味しい時期に取ったいちごをストローに刺して、中にあの当店のいちごジャムを入れていちごミルクを作りました。すごい。これをまず食べないと、いちごミルクにたどり着けないという。すごいね、アイディアショー。新しいですね。あー、もう出た方がいいじゃない。いちごと牛乳って何だ、こんな合うんでしょうね。抜群の味。いちごミルクに使われる自家製のジャムは世界マーマレードアワードで最優秀賞を受賞した自慢の一品。お店で買って帰ることもできますよ。そして淡路島で忘れてはならない食材といえば玉ねぎですよね。セレクトショップの淡路島玉ねぎ専門店は、肥料や農薬にこだわったブランド玉ねぎを常時8種類ほどラインナップ。品種による味の違いや食べ方など、スタッフさんが丁寧に教えてくれますよ。全部違う。例えばこちらの類産地の完熟玉ねぎは、土壌に貝殻を含ませているので、はい、甘みがとても多い玉ねぎになってます。またドレッシングやスープなどの加工品のほか、玉ねぎ以外の野菜に地ビールなどもあって、お土産にぴったりです。お待たせしました。ありがとうございます。じゃーん、酢豚買ってきました。これお肉とね、一緒に焼いたらめっちゃ美味しいらしいんで、皆さん忘れてません？バーベキューいきますよ。というわけでやってきたのはバステップ、淡路島から車でおよそ5分、国営明石海峡公園にあるバーベキュー場。見てください、この景色。もう最高のロケーションで
材がこれ。うわ、すごい肉。もちろん淡路ビーフです。そして玉ねぎもね、淡路島の新玉ねぎよっ。わ、絶対焦がしたら泣くやつやね。1枚丸ごと豪快にいっちゃいました。綺麗、いただきます。美味しいやんな、うん、想像の3倍ぐらい肉汁が出てきてびっくりした。もうめちゃくちゃジューシー。ロースとろけるっていうよりかしっかりこうお肉としてのこう噛み応えもあってすごくさっぱりしてるんですけど、しっかり甘みがあって、でもこう後味はもうそんなにしつこくない。またこちらのフランクはバラ肉の中でも希少な部位で、赤身と脂身のいいとこ取りの美味しさでした。ちょっと玉ねぎもいってみます。こんな感じでちょっと軽く炙ってみました。そんなにもう火通さなくてもいいよって言ってはったんで。うん、うん、甘っ。玉ねぎもお肉に負けじとめっちゃジューシーです。辛みが普通の玉ねぎよりちょっとマイルドでめちゃくちゃ食べやすいです。そして喉を潤すのは淡路ビール、ぐいっといただいてもう大満足です。心から最高です今。本当にいろんなジャンルの美味しいものがあそこで集結してて、ちょっと買いにフラッと寄るのもよし、ちょっとご褒美がてらあそこでゆっくり食事を楽しむもよし、なんかほんまにいろんなこと、いろんな美味しいものが楽しめる場所やなって思いますよね。ぜひ来てみてください。おすすめです。